ホストバスアレナよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第2節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チーム相手の出方を伺っているようです。よし、ダンブルコーナーです。これは決めて欲しかった。さあ、チャンス到来。カットできるのか。これはコーナーキック。さあ、チャンス到来。シュート。ここでワン、ツー。落ち着いています。おっと、足がかかった。シュート。これはファールです。キーパーが指示を出しています。ナイスセーブ。これはチャンスだ。危険なタックル。ワン、ツー。シュート。決めることができない。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ、中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。ファーできた。後半5分経過。さあ、ここからどう攻める。
繋がればチャンス。さあここからどう攻める。ゴール、エクセレントゴール。試合の均衡を破る1点が入りました。さあもう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。スローインです。危険なタックル。キーパーが指示を出しています。コーナーキックです。さあチャンス到来。激しい攻防、最後のところで崩せない。シュート、スーパーセーブ。選手交代が行われるのでしょうか。スペースを埋めないと。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。クロス合わせた。試合終了です。1点差というまさに白鳥を踏むようにして勝利を挙げました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。